こんにちは、言葉つなぎです。今回は WeeDee の性能解説、こういったテーマでお話しします。この動画では WeeDee について性能と育成優先度、引くべきか交換するべきかなど紹介をします。性能については僕は全スキルですね、特化3で運用してますので、特化するべきかも紹介します。WeeDee とマウンテンのスキル2ですね、活躍する場面だったり特徴が少し似ているところがあるので、その辺の紹介をします。育成する上での注意点なんかもありますので、その辺の紹介をします。それでは早速始めます。素質、工事用蓄水法。工事用蓄水法を1体召喚可能。配置から20秒後、強制退場。蓄水法は敵1体を攻撃し、攻撃対象を普通の力で突き飛ばす。蓄水法強化。蓄水法の通常攻撃とスキル発動時の力加減が1ランク上昇。隣接4マスにWeeDeeがいるとき、3秒ごとにWeeDeeの SP を1回復する。食分、水撃種、特性、ブロック中の敵全員を同時に攻撃、遠距離マスにも配置可能。スキル1、方針強打、自動回復、自動発動。次の通常攻撃時、敵をかなりの力で突き飛ばし、攻撃力の 150% の物理ダメージを与え、1.2 秒間スタンさせる。敵を突き飛ばしつつ、スタン付与できる点がスキル1の強みです。自身が最前線で敵を進行方向の反対に押し出す運用はですね、射程の兼ね合いでスキル2の方が最適になりやすいです。場合によっては高台に置けるっていうメリットを活かしながら、前線を横からサポートする運用がおすすめです。まあ、横から敵を削ったり、突き飛ばしたり、スタンさせたりで、前線をサポートすることでですね、ブロックができない敵の処理だったり、散発的に敵が来るような場面で対処しやすいです。縦兵などの重い敵にはアンジェリーナのスキル3の併用して敵の重さを下げることで対処することもできます。過去の喫気役では喫気役のシャープ4ですね。最高投球において攻撃モーションが遅い代わりに極めて強力な攻撃を繰り出してくるマドロックの巨像をWeeDee単体でスタンさせ続けてですね、はめ続けてずっと戦線を維持するっていうとんでもない活躍をしたケースもあります。特化についてスキル1はですね、特化非常におすすめできます。スキルの回転率と押し出す力が上がるっていうのがとにかくでかいポイントで、スタン時間も伸びるのでかなりスキル自体が使いやすくなります。スキル2、ハイドロキャノン、自動回復、自動発動。通常攻撃の間隔を延長し、攻撃力プラス 200%、攻撃範囲プラス2マス。通常攻撃が遠距離範囲攻撃になり、攻撃対象を相当の力で突き飛ばす。退場まで効果継続。自動回復、自動発動型で、退場まで効果継続なので、非常に使いやすいスキルです。その反面、発動まで時間がかかるのがネックってことなんですが、蓄水法を使ったり、味方の支援で発動までは耐えたいところです。攻撃範囲がプラス2マスされて、範囲攻撃で敵を突き飛ばせるので、非常に牽制力があります。一本道を封鎖したい際にかなり便利で、単独でルートを塞げるケースもあります。過去の危機契約では、シャープ5ですね。高等級において単独でほぼ1ルートを封鎖した実績があります。射程を活かして重装などの裏に配置をしておくことで、敵の攻撃力が高かったり、遠距離攻撃が厳しい場面においても、敵の進行の遅延だったり、攻撃モーションのキャンセルをしてですね、戦線を支えられるケースもあります。特化について、こちらのスキルにもですね、特化は非常におすすめできます。攻撃範囲がプラス1マスからプラス2マスになって、さらには押し出す力も上がる相乗効果で、牽制力がですね、非常に高くなって、使い勝手も格段に上昇します。スキル3、LN2 キャノン、自動回復、手動発動。圧縮液体窒素砲を発射し、攻撃対象とその周囲の敵全員に攻撃力の 350% の範囲術ダメージを与え、力強く突き飛ばし次の状態を付与。8秒間移動距離に応じて確定ダメージを受ける。自身の隣接4マス内の蓄水砲も同時に圧縮液体窒素砲を発射する。蓄水砲を使うことでクラッシャーなど重い敵すら単独で突き落とせる強力なスキルです。過去の危機契約においては最高等級でリスカムと併用することで大活躍した実績もあります。ボスを強制移動でどうにかしたいっていう場合、大抵このスキルが採用されているイメージですね。
特化について、こちらのスキルも特化は非常におすすめです。スキル回転率が上がって突き飛ばす力が1ランクアップするのが非常にでかいです。 BD の強みまとめ、スキル1は押し出しに加えて敵にスタンを付与することができて、ブロックできない敵だったり攻撃モーションが遅い敵に有効です。スキル2は普段使いもしやすくて一本道のルート封鎖に便利です。スキル3は全スキル中最も強い力で押し出せて、しかも確定ダメージを与えることができる点が魅力ですね。相性のいいオペレーターとしてはアンジェリーナですね。アンジェリーナのスキル3で敵の重量を下げることができるので、ビーディーがより敵をですね、突き出しやすくなります。アンジェリーナのスキル3と蓄水砲を合わせてビーディーのスキルを使うことで、本来押し出せない敵を無理やり押し出したり、アンジェリーナのスキル3、蓄水砲、ビーディーのスキル、それぞれ別々に使ってですね、敵を牽制し続けるなど、いろんな使い道があります。ルート封鎖能力についてマウンテンと比較をしてみようと思います。どちらも高いルート封鎖能力があると思ってるんですが、それぞれスキル2ですね。マウンテンは 5SP で即時スキル発動ができて、 BD と同じく2ブロックで2体同時に攻撃することができます。スキル効果で HP が1秒ごとに回復できるっていうのがかなりでかくて、攻撃範囲が自身のマスしかありません。 BD のスキルには発動まで時間がかかる点がネックなんですが、射程が長く敵を押し出すこともできます。まあ僕の体感もあるんですけど、大抵の場面においてはコストも安く 5SP でスキルを発動することができるマウンテンで対応することができます。一例にはなりますが、危機契約シャープ5ですね、一番右のルートを塞ぐっていう時にマウンテンだと20等級くらいまでは対応ができるんですが、等級が高くなればなるほどマウンテンでも捌ききれないっていう場面がありました。そういった時に射程と突き出しを活かしてウィーディーを使うことで安定してルートを封鎖できたようなケースもありました。まあ、大抵の場合マウンテンでいいんですけど、そのマウンテンでも対応できないような場面ですね。敵が軽かったり移動速度が速くない、あとは散発的に少ない敵が来るような場面だったら BD で逆に対応できるっていうケースもあります。総評としては優秀だけど大器晩成型ってとこですね。攻撃モーションが遅い敵だったり軽い敵など、攻撃をキャンセルし続けたり突き出し続けてほぼ単独でルート封鎖できるケースがあります。危機契約など高難易度では敵の攻撃を受けたらほぼアウトなケースがあります。そういった時にそもそも敵の攻撃を受けないようにできる BD は高難易度適性があると言えます。取得や育成について、全スキル間違いなく有用で将来性は高いので交換の価値は大いにあります。ガチャの内容としてはシャイニングだったりスペクターなど優秀なオペレーターも多いのでガチャ自体回す価値もあります。ただしダブルピックアップで一点狙いをするとハマるとかなり危険なケースもあるので、その点は注意してください。全スキル特化3にすることで性能だったり使い勝手が大幅に向上するので、まあやはり大器晩成型ってとこですね。主力の育成が終わってなかったり特化に手が回らない場合は育成優先度は下がると思います。特化もできるのであればぜひですね、ビディは育ててもらえばと思います。特化の優先度としては高難易度では、まあ、正直ケースバイケースなので特に優劣はないと思います。そうなってくると汎用性が高いスキル2がですね、一番特化の優先度高いと思います。主力の育成が終わってない方については、低レアの強制移動を運用してですね、特化の目処が立ってから BD を育成するのが無難かなと思います。はい、こんな感じですね。 BD は間違いなく優秀なオペレーターだとは思いますので、ぜひ育成や取得など検討をしてもらえればと思います。僕のチャンネルではアークナイツの性能解説などの動画を投稿してます。チャンネル登録についてはお任せしますので、よろしければもう一本僕の動画を見てもらえると嬉しいです。あとは動画閉じる前にいいねボタンを押してもらえるとやる気もアップするので、ぜひお願いします。というわけで今回は以上となります。さようなら。